さあ、そして市川選手はスイスランド1位通過ということで、はい、おそらく先手を取って対するかなと思います。さあ、そして大住選手のグリクシスコントロールですけども、なんかボーラスが入っている形の大量に入ってます、はい、8枚、じゃあ 4-4 で、 4-4で、はい、いや結構めんどくさいですね。クリーチャーもそこそこ入っているので除去も抜ききれないというか、はい、まあでもニコル、クリーチャーは基本的にニコルだけなんで、はい、さあまずは市川選手マリガンですかね。市川選手のリストの特徴としては、はい、ちょっとここ最近のスルタイのトレンドは追い切れてないんですけど、ニッサってちょっと前までは3が主流だったんですけど、はい、まあ、これがちゃんと4枚になってる、うん、もうニッサだけは絶対4やろうと、はい、まあ、この環境のプレインズウォーカーで最強っていう話もありますよね。もう歴代で見てもかなり上の方じゃなかろうかと思うぐらい、うん、やっぱマナが増え倍になる。そうですね、錠剤型間違えてるなっていうのはよく思いますねこれ錠剤型でええんかなと思うぐらい。でさらにプラスで33のどっちか33になって殴れる。そうですね、これ警戒ついてるの本当にすごいですよね。最初気づかなくて、ね、先行だと、まあ、先手側のニッサが圧倒的に有利で、はい、後手側は出してもまあブロックされて終わりと、うん、いや、イゼットフェニックスは全然大丈夫です、はい、なんといってもフェニックスを素で出すとかなり落としやすい、まあ、先手後手でちょっと違ったりするんですけど、うん、全然そんなことないです。まあ、確かに4枚で素で出せば3-2で1回使ってたら落ちてるそうです、はい、まあ、だからその何セットを使わずにターンを返せってよく記事でもね紹介されてますけどね、イゼフェニット当たったら中精度5のままでターンを返せと。あ、なるほど。イゼットフェニックスも最近はあの稲妻の一撃とかも入ってるんで、はい、中精度3はすごく死にやすいので、はい、結構そうイゼット側もその何セットを意識して変えてきてるってことですね。そうですね。さあ市川選手かなり土地少なそうですけど、まあ、先日上だったんで上は間違いなくトップでしょう。さあ、ジャッジの合図で準々決勝始まります。闘争対戦環境名人戦準々決勝、スイスランド1位通過市川英樹選手のスルタイミッドレンジ対スイスランド8位通過の神津美優選手のグリクシスコントロールになります。相性的にどうですかね。どういう感じ。いい勝負ですね。いい勝負特にいい悪いはないっていう。うん、そうです、まあ、昨今のスタンダードそんな劇的な相性差ないですけどね。お、さあ、ここはこれはいいですね。多分マンホークの枝あたり2枚ぐらい手札に見えたんで、次のトップが確実に土地で順調に展開しながら、はい、ショックインからのラノアのエルフ、そしてのしげみ、はい、のしげみ。さあ2マナから思考は消去、青黒のカラーだったら必ず入っていい。そうですね、いいほどの。さあ、すみません、枝あたりに見えたのは全部のしげみでしたさあ、ここはのし気味落としたと、まあ、クリーチャーがあまり入ってないのでという感じですかね。さあ、ちょっと2枚目見ちゃったかな。さあ、ちょっと今引いたのがキャストダウンに見えましたが、このマッチアップにおいては、まあ、かなり死に札、完全に死に札ですね。1枚も対象がないので入っているクリーチャーも全部伝説。そうですね、ニコル・ボーラスだけなので。さあ、ホーズミ選手の方はここはショックインですね。さあ、3マナ起こしてターンを返したということは魔性とかありそうですかね。さあ、ここはエンドに、うん、ここはラノアールのやつの方に、まあ、単純に土地が止まってるんで、はい、さあ、マナを縛りに行きましたが、まあ、ここはアングラスのちょっとマナがアングラスを打てないマナではありますが、ちょっとゲームにはそこまで影響はないですが。さあ、市川選手はちょっとそちら2枚で止まってますね。大住選手手札にニコルが見えたんで、このまま5枚目の土地までたどり着けば一気にマウントが取れそうですが。さあ、ここはハイドロイド混成体を思考消去で落としました。戦慄集ですかね、黒いカードは。フェニスの式。そうですね。
ライブは削られてはいるものの、ここで龍神ニコル・ボーラス登場。フォークの枝当たり落としていきます。さあ市川選手もギリギリでようやく3枚目の地、4枚めくれませんね。ちょっとわじわじわとニコロボラスのプラスで、さあただ手札にはまあゴミカードがあったので、はい、手札を破壊されること自体はそんなに。さあしかしサルカン、ここはしかしドラゴンでエンドだとすると市川選手土地が引ければ人質取りで、おドラゴンを隠してプレーンゾーカーを落としに行けますね。モズ選手も意外とライフがない感じですかね。さあライフ7 そんなにないですか。ショックインしまくってたか、まあ、とりあえずはまずはプレーンゾーカーを落として盤面を、はい、さあここからが勝負といったところ。そうですね、はい、大泉選手も1回はちょっと盤面をさばかないとこのままサルカンが落ちてしまうので、ここでサルカンを守りきれるかどうか。さあ確かにギルドランドにめちゃくちゃライフを注いでいましたが、はい、ここは溶岩コイルでレンジ落として、そして2枚目の龍神ニコルボーラス登場。完璧ですね。ここはプラスですか。さあプラスして市川選手がパーマネントか土地、手札を追放しなきゃいけない。さあそしてサルカンがプラスして、さあちょっと市川選手もここは2体のプレインズオーカーに対しては何か対抗策があるかというところでしたが、ここは投了ですね。はい、というわけで準々決勝第1ゲーム、まずは大泉選手が先取いたしました。いやちょっと途中が止まってしまったのがやはり展開にきつかったですかね。あんなに殴ってたんですね、しかし、まあ、土地から多分8点ぐらい受けてたと思いますけど3色デッキだと片目見ちゃうと結構ライフ消されちゃうみたいな、ね、さあただスルタイミッドレンジというデッキは、まあ、もういつの少し前からいるデッキなんですけど、はい、大体メインボードの勝率はちょっと低いけどサイド後から強いと言われているデッキなんで、はいはい、ここから無駄カードが減って、さあどういった戦いを見せてくれるか。まあ、さっき送信がずっと来たので、ね、そういうのを抜いたりとかする感じですかね。まあ、前回環境名人の戦を制したのもこのスルタイミッドレンジというデッキなので、はい、まあ、ここも優勝すれば2連続で同じデッキ勝つという感じですか。さあ市川選手は脅迫と軽蔑的な一撃、はい、ブラスカの侮辱あたりが入りそうですが、うん、まあ、軽蔑的な一撃なのが渋いですね。僕はちょっとチビテフェリーが出てからというものを、軽蔑的な一撃はチビテフェリーが出てくるとすごく寂しいじゃないですか。まあ、テフェリーを消せないですし、その後ずっと手札って腐るんで、まあ、なのでちょっとテフェリーが出てからあんま使わないようにしてたんですけど、このマッチアップに関しては、ちゃんとニコルボーラスも消せるんで否認よりはるかに強いんじゃないかなと思います。どっちのニコルボーラスも対処できると。で、ホーズミさんの方は何を入れてくるかというところですが、こちらも似たような感じにはなりそうですけどね。人質取りと軽蔑的な一撃あたりですかね、はい、まあ、そんなに多くはサイドインしなさそうですが、うん、さあただいま逃走対戦環境名人戦準々決勝の試合をお送りしております。フィーチャーテーブルは1位通過のスイスランド、1位通過の市川祐希選手のスルタイミッドレンジ対8位通過大泉雄二選手のグリクシスコントロールになります。ちょっと1戦目は市川選手が土地が詰まってしまい、そのまま押し切られる展開となってしまいましたが、さあ第2ゲーム目はどうなるでしょうか。はい、市川選手は人質取りキャストダウンの茂みちょろっと抜いて、さっき言ってたようなカードを追加する形かなと思います。タミオも4も入ってるんですね。タミオは強いです、ただただ強いまあこのマッチだと結構ハンデスも引かないですし、おまけも、ね、意外と強いですからね、うん、まあ、タミオは本当にカードパワーが優れてるんで、青緑のデッキだったらほぼ必ずと言っていいほど入っている、うん、ただ強いですね結構コントロールとしてはかなり厄介なカードですよね。いや、どんなデッキでも厄介ですまず中性度が高すぎる。確かに 4, 4
6です、起動して6なんで、もうビートダウンだったらまああいつはいいかなって無視して本体に。さあマリガンチェックになります。第2ゲーム目、さあスルタイの本領発揮なるか。さあここフォーズミ選手がまずはマリガンですね。石川選手は土地が3枚ぐらい入れますかね2枚は見えましたね、青黒ギルランと青緑 M10 は見えましたが、脅迫もありましたね。今バランスが良さそうな手札に見えました。さあただプレッシャーをかけるカードがちょっとどれぐらいあったかはまだ見えなかったので、さあ大泉選手6枚チェックします。おっとここもマリガン、今度は土地だらけでしたかね。さあ次ハンド5枚ですね。練習5枚のハンドマリガンチェックします。ここはチェックをしたいところですが、ちょっと土地が少ないか、2枚か、2枚あります。土地2枚ニコルネゲート人質1人ですかね。さあマリガン後の無慈悲な漂白、はい、ただ土地自体は、ギルランもあるんで、うん、ちゃんと4枚まで引き込めれば、あとは市川選手がどれぐらいプレッシャーかけられるかですね。さあ5枚の手札から日に抜きました。さあそして市川選手はマーホークの枝あたり、さあこれが上に置けるか、まあ、土地があるんだったら上に置きたいところですけどね。これは上ですね、はい、ということは3枚目の土地もバッチリ手札にあると。大泉選手はこうしのぎ切りたいところですね。探検アドバンテージ S 結構でかくなっていくのが本当に強いパッケージですね。さあそしてまあ翡翠湖のレンジャー、3、2と4、3並びます。手札がタミオ、ニッサ、ニッサですかね。土地がちょっとこれ以上ないんで、ここで4枚目引き込めるか。お引き込んだ。さあ盤面は7点クロック。さあこれでタミオが通ってしまえば、もうほぼ実質プラス1を起動すると墓地に土地が落ちてくれるんで、ニッサまで確実に、ほぼ確実につながりますね。さあここはホーズミ選手は魔性ですかね、手札にあるのは。とりあえずは落とせばしそうですが、さあただやはりプレーンゾーが強みはもう出てしまうと1回の折り子起動できてるんで損はしないと、まあ、今回に関しては市川選手次のターンに土地を回収してマイナス3の能力で土地を回収してニッサっていうプランが見えてるんで、今回に関してはこのタイミングで受けられるのは少し痛手ではありますが、さあここはプラスでしては何でしょうか。あまりに早かったのでデッキに入ってないカードいったんじゃないかとそんなことさあここで魔性で対処されます。そして4マナに到達。お、しかし大泉選手も4枚目の土地をきちんと引き込んで、さあただレインジャーがパワー4なのがちょっとでかいですね。ここでニコルボーラスを出すとブロックに回るか選ばなければいけないんで、さあどう入るか。また一人一人で取った場合でも、3人が止まってないんで、うん、次のターンちょ少々はダメージは食らちゃいますね。さあここはさあ引けるか。ただここニッサをしてましたね。ニッサ手札2枚あったんで、あ、2枚手札がニッサニッサだったんですね、はい、そしてアユチ
そしてさらに土地を探していきます。成功エンジャーから土地は引けずですが、コアラノアルナイフを通す。おしかしここで2枚目のニコルゴラス、さあ下が落としてされ落とされてしまいました。おここでついに攻め手が止まってしまいましたね。さらに人質取り、そして即キャスト、そちらの手札に加えて完全に一気に画面が繰り返りました。しかしここでペイ2ということはハイドロイド、ここでハイドロイド、とりあえず1枚を引き込みます。人質取りを穂積選手が持っているのもあってここは我慢してましたね。さあしかしアズカンタは絶望的と言える、早く詰めたいですね。できればここは残り近選手、しかしここで手札が侮辱とデュレスですかね。大泉選手はおっとニコルに見えたが、はい、ここは流神ニコルボラス、まずハイドロイド対処して、いや5枚の反動から巻き返してきました大泉選手。市川選手も侮辱はあるんですけど、さあ大泉選手は一応ニスサケアですかね、まあ、アタックいかないというのは、はい、まあ、ここは侮辱でニコルボラスを対処。さあ対する市川選手は完全に手が止まってしまった。そして今ポチャ6枚ですね。次のターンにはアズカンタもほぼ確定で変身する。思考消去、これで確定ですね、はい、今7枚8枚、そして4点アタック。さあ市川選手、はい、9です。ここでラノアルナイフ、さあズカンと変身します。おっとさあ5マナということはアズカンタ起動ではない、あ起動ですね、アズカンタ起動で、さあ否認、ここでの否認は強いですね。そうですね、こうなると市川選手としてはハイドロイドが一番引きたいところですが、さあそして人質取りアタック、さあ劣勢な展開から一気に巻き返しました。穂積選手さすがといったところ。さあそして引いたのは破滅の竜ニコルゴーラスです。こう2体アタックしに行きました。そしてこの絶望の否認とアズカンタ構えですかね、ニコルゴーラス。さあまだ生きてはいるが、いやここも投了ですね。I'm not afraid to die.